あ、そうやって遊ぶのはすごいですね。賢いですね、これ会社。こうやってやらないともう持てない。それでも重いよね。便利ですね。でも重いね、これ。これをこうやって取るわけ。こうやって、そうするとこのこっから上の曲がすごくいいんだよ、枝が。あ、確かにそうですね。今の時点でもそうですもんね、そうそうそう。これはこういうふうにと、こうやって、いいですね。ないんだよ。あ、こういうふうな世間には、幹肌の、探してたんだよ。確かに言われてみればそうですね、すごいよな。運んでくださるんですか。うん、ありがたいですね。もっと欲しいんだけどいいや。今置き場所ないよ。面白い。こんな大きいのなんか珍しいですよね。裏あたりに置くんですか。そうだね。持っていけないですよ、これ。なんか置く場所も考えてちょっとお手伝いしてもらった方がいいですよね。これだ。これじゃないですか。すごい数あったんですよ。いや、あ、でもね、他の木も合わせると、あったみたいですよ。なんか4トン車2台で、これだけだって4トン車の、鉄半分。あとクロマスとか錦とか、小白は使えるけどこれは使えないんでさ。根っこだと下、うちが8だけだって1万円ぐらいですね。みんなこれ売ってちゃって、茨城で作ったやつ。俺茨城でさ、少林寺あるでしょ。やつが茨城に買ったんだけどどうにもならなくて、ちょっと走ってみたら、じゃあ行ってね。おみさん行ってね。
少しでも近い方がいい。ああ、そうですよね。一輪車どこ？一輪車今そこで、こっちにもうちょっと近づけて。はい。入ったよ。頼んでも来ないの。これは友達がランクル盗まれちゃって、うん、レクサス盗まれちゃって、うん、レクサス注文今はね受けてないんですよ。いつ入るかわかんないから、ランクルでいいやっつったらランクル5年待ちだった。5年じゃ型変わっちゃうよね。失礼します。失礼します。はい、手が今使わないからさ。どういうふうに一人じゃこれ坂は上がんないよな。バックで子供を見てたんですよ。いしょ。あ、そこ。よいしょ。よいしょ。自転車のパイプが限界。こういうのバケットが割れそう。これの方が重いかな。さっきのがね、よいしょ、よいしょ。一人じゃ無理だな。もう絶対無理ですよ。相当重いですねこれ。矢島さんちには似て似つかわしくない。いやいや。確かに。そう、小さいのなんですよ。でも結構コミテさんもちっちゃいのやってますもんね。うん、でもなかなかここまでね。うん。ここまでちっちゃくはできないな。うん。面積が広いですもんね。広いのもだけど、うん、まあ、うちで、まあ、このサイズで取って、うん、矢島さんの顧客だとその値段で買ってくれるけど、うん、うちあたりだとこれを買いに来る人はあんまりいないんでね、うん、今のところね、うん、でやっぱりね全部これをうちでやっちゃうと、うん、やりきれなくなっちゃう、うんうん、まあ分業じゃないけど、うん、この手前まで作ったり、うちだけこれもうちょっと太らせたタイプだから、このね内衣でずっとつまみ込んでこれやるといいんだけど、うちはこのもう一サイズ上がね、うん、でこれだけで作る使いたい人と、うん、
10センチが欲しい人と15センチ欲しい人という、そのね、自分の用途で自分で取り木のサイズを決めるじゃないですか。そうするとやっぱりいろんなサイズに対応できるの、とりあえず作るのが一番購買力があるんで。ああ、すごいですね。じゃあ小から中から大まで取り扱っていらっしゃるってことですよね。まあそういう同じ素材でもね、一つの獅子頭で、パターン5つ作れば5種類作ってるのと一緒だから、そんなにいっぱい種類ないじゃないですか、こう定番商品って。そうですね。じゃあ本当に教材に使うのにはすごくいいですよね。大きいもあのミニばっかりの人じゃないし、商品でも10センチもいれば7センチもいればね、20センチの商品の人もいるし、大きいじゃないけどあのカエルみたいにそのまま作る人もいるし、いやでもこうやって勉強しとかないと素材作るにも、うちから行った後にどういうふうにしてもやってもらってるかっていうのを見とかないと、素材作るにも発想が湧いてこないんで。ああ確かにそうですね、その先をね、自分でもできるように勉強しとかないと。この間買ってもらったやつだけど、この後どういうふうにしてるかなと思って、この辺も今週中には植え替えるらしいですね。姫皿も公明園さんから買った姫皿も元気に、あ、そうですか、はい、植え替えました先週。なんかね、この手間かかりますからね。これはおじさん、ヨーロッパ行くの？あのサイズのまんまだと国内はちょっと今ね、みたいな。角鉢のだったらまだなんとか、まあでも国内じゃ多分でもねって言えばね、いや今はないんだけど買う人もいないですよ。そうか、国内だと。いやもうあのサイズだとあんまり人気は今ないんですか？あのね、みんなほらね、場所がないのと、若い人は場所がないのと、場所ある人はやっぱり高年齢なんで、一人で持てないような盆栽は今もみんな敬遠されちゃってて、確かに。で植え替え一つ取っても、あれも俺も一人で植え替えするけど、ウィンチ使えますもん。ウィンチってもモーターじゃないけどね、ロープでちょっと引っ掛けてこうじゃないとでもできない。久しぶりで、嬉しいの買えたよ。来てみてびっくりですよ。通りから見せた時は あそこまででかい、あそこまで大きいと思わなかった ね、あの丸ってね、持ちづらいんでね、それで土いっぱい入るから、あれで背取りもあそこの元をこう取るんでしょ。そう、上はたいて元取って、そうそうそう、で、ね、こっちがね、こっちがね出ないんだよ。そうですよね。でここは継ぐの、ここ元でしょ。この辺までは2、3本、やっぱり全然出ないもんですかね。出ない。俺あの何ともやってるけど、よく畑でね、こうズドンってしてて、トゲ、トゲ目にこう出てるじゃないですか、あれをブツンと切って、それをスパンと割って、本当のこうかまぼこ板みたいにして、目つけて、で挿し木みたいに生けといて、結構根が出るんですよ、畑のやつだったら勢いがいいから出る、出るんだけど、やっぱりその下の片根しか出なくて、で一応ザらしくはなってるんだけど、そこへつげばついじゃえばいいんだよね。でもそのほら芽が出てヒューってした原木で売っちゃうからさ、その先は俺やってないんだけど、やっぱり出ないですかね。出ない、時間経っちゃ出るかなと思ったけど。今矢島さんは何をやってるんですか？これはね、取り木かけるんですよ。背取りっていう方法なんですけど。背取りっていう技術の方法なんですね。そうです。
そこの黒いマジックで書いてあるところを、はい、どうするんですか。これをあの削って、うん、水ごけを当てて、うん、根を出させるんです。うん、で大概こっちから根で出るけど、うん、ここは根出ないと思うんです。うん、で後でこの根は継ぐような形になると思います。うん、でここにある枝は全部こうやって取り切りかけます。うん、こういうものもこういうものも。そうするとこの下に下がって、はい、枝が自然のこの立ち上がりが自然の曲があるんです。うん、これはあの人間のその力ではできないような曲なんです。うん、だから上は上のこういうところは使わないんです。うん、ここのところだけ。そこのみなんですね。のみなんです。で、これは、うん、同じように、うん、こういうところに、うん、こうなってたものをこうなってたものを取り切りかけたもの。へ、うん、じゃあ目指すはこの形になるように。はい、こういうふうな形。まあ形はみんなそれぞれ違いますけどね。うん、これをさっき言った背取り、背取りでしたっけ。はい、背取りっていう技術で行うってことなんですね。はいはい、あまりあの世の中にないようなものを、うん、常々作りたいと思ってるんで、うん、そういうことなんです。この上の方の枝は枝をついたんですか。うん、この枝の、こういうのは、うん、うん、例えばね、うん、こういうふうな古い木じゃなくて、うん、あのもっと若い木で、うん、この元の方にこう何本もこうむしゃ立ちにこう出てたものなんですよ。うんうんうん、そういう樹形のものを取り引かけたからそういうふうな形になったんですね。うんうん、例えばこういうふうに、うん、これありますよね。こういうふうな、こういうふうな感じに出てるところを取り引かけたんですね。ああ、そこの裏ですね。はい、ああ、こういうふうにあの、あ、出てますね。うん、こういうところを取り引かけたものなんですよ。あー、本当だ。あ、そういうことなんですね。うん、あ、理解できました。だからこれを見た時には、うん、もう嬉しくてね、うん、ないですよ、世間にこういうの。そうですよね、うん、すごい面白い素材ですよね。うん、素材としてはね、すごい面白いものなんですよ。うん、昔からこれこういうの欲しかったんだけど、うんうん、なかなか機会に恵まれなくて、うんうんうん、あの私が30ぐらいの時はこういうものいっぱいあったんですけどね。へー、うん、うわ、なくなっちゃって、うん、いつぐらいにこの行うんですか。できれば今年の春からやろうかなと思ってるんですけど、うん、まあこれ一人で持てねえからそうですよね。どういうふうにやろうか今考えてるところです。うん、まあ、男の人を一人か二人頼んでそれで向こうへ持ってってやる気はないよね。うん、そうですね。しかし面白い。うん、よかったこれをやりたかったんで。これはすごく立派で、これからが本当面白い木に変化していくのが、うん、こういうのもね、こう取るんですよね。うんうんうん、で上はその関係なくてこういうところに枝をついてみたりなんかして作るんですよ。うん、これだと面白い。ここ本当ですね。うん、この上を使わないっていう戦法なんですもんね。うん、そうなの。枝をついていくってことですよね。うん、枝をついたりそれから根をついたりしながら作っていくんですよ。うんうんうん、こういう面白いものを、うん、これからほらみんな同じような形に、うん、結局は今のところなっちゃってるんで、うん、こういう作り方をしていかないとあの面白いものはできないですよね。うん、はい。
本当はあそこにあったのつくねあったのを、うん、みんな欲しかったけど、だけど、うん、そんなにうちは広くないし、うん、3本買うのがやっとだ。これ引っ掛けるね。あそこ取り掛けるんですか。うん、あこれもすごいブナですか。うん、これはブナ。破傷がすごくいい。うん、これもそう。これも取ってきた。うん、なんか小さくて面白いね、うん、盆栽になりますね。仕立てられますね。うん、あそこそうなんだ。これはあの麻疹を千倍で解いたやつ。うん、今の時期、うん、あの植え替えたやつは全部麻疹でこういうふうに埋めた方がいいんですか。うん、必ずしも、うん、それで効くっていうものもないんだけど、うん、そういうふうにやっておけばね、腐らせないで、うんうん、成長させることができるんで、うんうん、必ずこれ 春先はこれやってるんです、うん、あと、うん、長寿梅なんかは特にね、うん、あとはズミとか、うん、リンゴ系統とか、うん、バラカーです。そうですね。はあ、あなただけで疲れちゃったの。そうですよね。おびさんは若いから力あるな。うん、全然軽々とやってましたよね。ああ